はい、皆さんこんにちは。鉄道ポータルサイトレールキング管理人プーヤンです。今日はですね、ちょっと西武線の高田馬場に来てます。高田馬場で、ちょっと沿線撮りをしています。何が来るかというとですね、キャリーパムパムさんのですね、ラッピングをした電車、ピンク色の電車があるんですけれども、それが今西武鉄道さんで走ってるんですね。これね、僕はまだ今まで1回も見たことなかったんで、ちょっとぜひ見たいと思ってたんですけれども、なかなか運用がつかめなかったんですね。たまたまですね、ちょっとうちの嫁の方からですね、キャリーパミュパミュの電車見たよというメールが来たんですね。それでね、急いでね、飛んできました。西武鉄道の電車ってね、基本はね、今黄色なんですよね。黄色なんですけれども、全体がね、ピンク色にラッピングされてるんです。これね、なかなかね、すごい見物だと思うんですよね。で、キャリーパミパミさんの、ラッピングもペタッとボディにね、貼ってあるみたいですね。ちょっとね、今もう新宿の方に行っちゃってるんで、その返しを取りたいと思います。